おはようございます。今日はスクールツアーをしていきたいと思います。では早速入っていきましょう。はい、ではメインビルディングから出発します。今日は日曜日で、日曜だとデンマーク人の子とかは帰省してたりするので、基本的に学校に人はそんないないです。いつもに比べていないって感じです。じゃあまずは集会のある場所に向かいます。右手に見える青い建物で、いつもなんか朝のも集会とかをしています。入っていきましょうと思ったら、週末は鍵が閉まってたので別の時に撮った動画を差し込んでおきます。こんな感じです。はい、じゃあ集会所から出て、次は体育館がある建物に向かいます。はい、ここは空いてました。はい、Hi, I'm making YouTube video。 あ、この方はキッチンで働いてる人です。体育館はこんな感じです。奥にボルダリングとバスケットゴールとか、あとボクシングのパンチするやつもあります。で、体育館から出て、ここがジムみたいな場所になります。なんか筋トレの器具がたくさん置いてあります。こんな感じで、私はちょっと使ったことがないけど、これは体育館から見て舞台の上に位置してます。こんな感じですね。はい、でさらに上がっていくと、この上に音楽室があります。なんかこんな感じでいろんな楽器があります。マイクとか、なんかちょっと楽器の名前わかんない、太鼓ギター、あとなんか鍵盤、なんて言うんだろう、わかんないけど、こんな感じです。じゃあ次のところに向かいます。そう、今は体育館からがあった建物から出て、図書館に向かいます。なんで日本って言ったんだろう。こんな感じで、今正面に見えてるのが図書館です。左手が図書館になります。こんな感じでみんながくつろぎながら本読んだりピアノ弾いたりする感じなんで、日本の図書館みたいにめっちゃ静かにする、めっちゃ勉強するタイプの図書館ではないです。でこっち行くと、なんとこれ全部ボードゲームです。どうやらデンマーク人はボードゲームが好きなのかな、多分そうだと思います。でこっちの向かいの部屋は、主にアウトドアコースを専門に取ってる子たちが使ってる部屋だそうです。こんな感じですね。はい、では次に行きます。ことで、これから寮があるところに行きます。右手で机がひっくり返ってるのは、昨日台風ではないか、嵐が来たからです。数年に一度のでっかい嵐が。はい、ってことで、この細い道を抜けたらみんなが住んでる寮のところに行きます。なんか寮は全部で7棟あって、みんなにとってお家だから、そのプライバシーとかもあると思うから、一つ一つの寮の中に入って撮影とかはちょっとさすがにしないけど、外側からなんとなくちょっと撮ってみました。
はい、何軒か見え始めたこの平屋がみんなの寮です。あ、ついに人を発見しました。はーい。あ、Yeah, I'm filming! イエーイ。で、寮があるエリアに洗濯機もあるんですけど、1回15クローナで日本円に直すと300円弱ぐらいなんですけど、多分なんかすごい高いです。なんかデンマークは全体的に物価が日本より高いので約3倍ぐらいかな。なんでまあそんなもんなのかなって思ってたんですけど、デンマーク人の友達もいやこれは高いって言ってるので、あ、普通に高いんだって思いました。そうこうしてるうちに寮のエリアの案内を終わります。ちなみに私はここに住んでなくて、これから向かうメインビルディングに住んでます。正直どこまでがケルーの敷地で、なんかどこを何のために使ってるのか私もよく分かってないですけど、ここは多分植物を育てたりする場所だと思います。なんか隣にファーマーズスクールが隣接してて、でその人たちが使ってるのか、ケルーにもそのそういう感じのコースがあるので、その人たちが使ってるのかって感じです。とりあえずなんか広いし、とっても自然豊かで綺麗です。で、今から学校の出口に向かっていきたいと思います。なんか学校の前がめっちゃ綺麗な海なんで、そこに向かいます。で、その途中にアウトドア用の火を起こす場所とかがあります。こんな風に起こした火の上でパンケーキ作ったりとか、夜にキャンプファイヤーしたりしてます。で、左手に見える可愛くて赤いお家は先生のお家なんですけど、これもフォルケホイスコーレの一つの特徴で、先生も同じ敷地内に住んでます。なんか先生の子供が食堂で一緒にご飯食べてたりとかするし、あと他の先生のワンちゃんがなんか建物でワンワン遊んでたりとか、結構自由です。でもなんかそういうとこがすごい素敵だなって思います。だんだん海に近づいてきました。はい、ってことでこの長い階段を降りていきます。今下に降りてきました。海がもう前に広がってて本当に綺麗です。私はこんな感じで海辺でドキドキ、なんだろう、日記書いたりとかしてます。はい、ってことで今はまた敷地の中に帰ってきました。最後にいよいよメインビルディングに行って終わりにしたいと思います。メインビルディングは一番下は食堂で、真ん中の階は私が住んでるところで、でその一番上は教室っていう作りになってます。はい、いよいよメインビルディングですと思いきや、一旦森に行きます。なんでかっていうと、やっぱり海が近くて森も近いってすごい最高な立地だと思うので、そう、なんか日本だと駅直通みたいな、雨だと雨の日でも濡れませんみたいな宣伝文句とか時々見るけど、ここはなんと森直通です。この森を抜けたら隣の町まで行けて、そこのスーパーで時々買い物したりします。だいたいこの森抜けて町まで出たら徒歩で40
分ぐらいだと思います。ランニングするにももってこいのめっちゃいい場所だと思います。ってことで、いよいよまた敷地内に戻ってメインビルディングに入っていきます。はい、これがケルーホイスコーレのメインビルディングです。一気に出発したところですね。その中の建物を見ていきたいと思います。まず入って左にピアノがあって、で階段を上っていきます。はい、ここが建物で、まず一番になぜかトイレに入ってきちゃいました。このトイレと、奥に見えると思うんですけどシャワーがあって、ここを私たちは使ってます。この階に住んでるのは多分6人くらいなのかな。でみんなでここ使ってます。でなんかもしかしたら気づいた人もいるかもしれないんですけど、男女の区別がありません。同じ階に男女住んで、なんか普通に男女共用のシャワーとトイレです。私は結構これ最初びっくりしました。でこんな感じでたくさん部屋が並んでて、ちょっとだけ私の部屋に遊びに行きます。メインビルディングの中にある一人部屋はこんな感じです。まだ何も物を買ってないのでそこまでないんですけど、IKEA バッグにいつも着た服を入れて、ここにケアグッズを置いて、これはフォレオですね、お気に入りです。でこっからはいつも窓を開けてます。こんな感じです。でちょっといろいろ机に物が置いてあるので、部屋を出て最後は3階に行きたいと思います。デンマーク語を勉強してる外国人生徒たちが主に使ってるフロアです。こんな感じで、なぜかまた最初にトイレに入ってきちゃったのでトイレから行きたいと思います。この2つも夜とか普通にトイレが埋まってたことはないけど、埋まってたら使っていいんだと思ってます。ここが私の教室ですね。結構広くて日当たりがいいところがすごい好きです。でその2向かいにももう一個教室があります。ここもすごい日当たりが良くて好きです。で最後に1階の食堂に行きます。あ、食堂に行く前に、ここが私たちのメインビルディングに住む人の共有スペースで、キッチンとかあとシャワーがプラス2つ奥にあるんですけど、一回ちょっと自分をなぜか映してからシャワーをお見せしていきます。ここ結構綺麗です。なんか使ってないんですけど、私は個人的に奥に見えるあの白い板はヒーターです。でこのソファーとかでなんかのんびりしたり、でここにコップとかあとコーヒーもあるんで、一応多分自由に使っていいものだと思います。で冷蔵庫があります。で最後一番下の階の今食堂にいます。ここでみんなでご飯食べてます。で今見えているのがコーヒーマシンです。好きな時にここでコーヒー汲んだり、そこのポットでお湯沸かして紅茶作ったり、これは電子レンジですね。で蜂蜜もあります。でここ上はトースターかな。でこれはチーズ切るやつで、で冷蔵庫にはだいたいお水と牛乳とあとはオーツミルクが入ってます。でここのお皿でご飯食べてます。
ってな感じで以上です。これが、あ、のどかっていう意味なんだってここに来てちょっと実感しちゃいました。こんな感じで自然に囲まれながら のびのびと毎日勉強してます。ってことで今日は終わりです。もし何かホイスコーレについて質問があったら、概要欄のリンクのインスタから DM してください。